自民党と公明党はきょう、法人税の引き下げなどを目玉とする来年度の税制改正大綱を正式に決定します。景気回復をしっかりしたものに、そしてしかもそれが地方を大事にしながら、そして賃上げを大事にしながら、好循環を目指して、税制面からもバックアップすると。 昨日までの協議で自公両党は法人税を来年度から2年間で3.29%引き下げることで合意しました赤字企業への課税拡大などの増税策も併せて実施し法人税減税による減収分の大半を補う考えですまた親や祖父母から結婚や育児のために資金をもらった場合には1000万円まで 住宅購入のための資金をもらった場合には3000万円まで贈与税をかからなくする制度の導入も決まりました住宅ローン減税については当初の期限を1年半延長し2019年6月末までに入居した人は減税の対象とします税収が減ることから減税策に消極的だった自民党側でしたが 減税を先行させて経済を活性化したい安倍総理大臣が押し切る形での決着となりました。